はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百軒ザンの実況を始めていきたいと思います。今回はザン生でついに年末のイベントが紹介されましたので、改めてご視聴していただいている皆さんと一緒にその内容を確認していきたいと思います。またお正月に大量のガチャラッシュが来ますので、どれを引いたらいいのかわからないといった方のために、そちらの優先順位も並行してお伝えしていきたいと思います。まずはドンとイベント一覧を出しておきます。情報盛りだくさんとなっていますので、一つ一つ確認していきましょう。一つ目は1月1日金曜日0時からみつるぎエピソードコマスルが来るが始まります。新みつるぎコマスル光忠が登場するイベントです。慌てなくても開催期間はいつも通り長めになっていると思うので、ゆっくりシナリオを読みながら自分のペースで進めればいいと思います。二つ目はこちらも1月1日金曜日0時から金銀特務新春のマスラウ鎧が始まります。銀のマスラウ鎧はクリティカルが弱点で、金のマスラウ鎧は属性攻撃が弱点となっています。3つ目は12月28日から歳末大感謝ログインボーナスが始まります。貴重な御霊の雫が手に入るチャンスなので、絶対ログインするようにしてください。御霊の雫はかなり手に入りにくいアイテムなので、これを見てくれた方は忘れないようにしていただければと思います。4つ目は12月28日月曜日から歳末大感謝ステップアップガチャが始まります。この画面から少なくともウーターレアの闘争を限界突破可能な極装のお追や、ウーターレアの技を限界突破可能な極技の巻物、ウーターレアの蜜剣を限界突破可能な極み御霊、先ほども出てきた御霊の雫が手に入ると思います。ウーターレアの闘争を限界突破可能な極装のお追は非常に貴重なものなので、闘争が揃っているけど限界突破が全然できてないよって方は引いてもいいと思っています。優先順位は中です。5つ目は1月1日金曜日から金河新年ログインボーナスが始まります。起用石や清見玉が手に入るので、1月1日からも必ずログインは欠かさないようにしていただければと思います。6つ目は1月1日金曜日から晴れ着復刻衣装ガチャが始まります。毎年恒例の初めの蜜剣サンフリの晴れ着バージョンと交換可能なチケットがもらえるガチャとなっています。サンフリの中で推しがいる隊長さんはそこまで高くないので引いてもいいとは思います。優先順位は小です。7つ目は1月1日金曜日よりお正月ガチャその1が始まります。その1はウートアレア攻撃闘争が1つ必ず手に入るガチャとなっています。攻撃闘争である点は嬉しいのですが、属性や内容も選べないので優先順位は小かなと思います。1月4日月曜日からお正月ガチャその2その3が来ます。その2はウートアレア属性技が1つ必ず手に入るガチャとなっています。属性技そのものが最近出たばかりのものが多いので、全く属性技を持ってない方には嬉しいかもですが、こちらも闘争と同じく内容を選べず、技によっては当たり外れもあるので優先順位は小です。その3はお正月記念特別ガチャ特別ステップアップバージョンとなっています。4ステップアップ最後まで回せば、ガク夢切り国宗、恋茶炭なきり、縁島津政宗、祭り千人切り、海ナマズオ東四郎の誰か一振りはお迎えできるヤバいガチャです。以前にもお話ししましたが、低天井のステップアップは必ず成果が得られるといったことや、そこまで大きな額にはならないといったことから、課金するのであれば最もお勧めできます。先ほど紹介した中に惹かれる密林がいて課金しても大丈夫って方はぜひ回していただければと思います。優先順位は大です。8つ目は1月1日金曜日からお正月記念大剣乱祭ガチャ限定ステップアップバージョンが始まります。私からこのガチャに言えることは一つだけです。課金できるのであれば引いてください。少なくともお迎えしたい蜜剣がいるのであれば、ここまで恵まれたガチャはないと思います。8ステップアップなので多分ちょっとお高めのステップアップになってくるとは思いますが、それでも普通に引くとなると天井で金額換算だと9万円かかりますので、それに比べれば安いかなとは思います。優先順位は大です。9つ目は12月30日水曜日より年末年始10日連続毎日無料10連ガチャが始まります。恒例の無料ガチャですね。12月30日からですので、忙しい方も絶対に引き忘れないようにしてください。最後に12月28日月曜日から蜜剣エピソード用心推進譚、そしてこの蜜剣エピソードで登場する影打ち推進士正秀が実装される羅剣乱祭ガチャが12月30日水曜日から始まります。先月に影打ちそぼろ助弘の特別バージョンが出たので、まさかとは思っていましたが、2月連続影打ち登場です。今月からピックアップ確率が 0.3% から 0.7% に情報修正されましたので、今度からは影打ちも狙っていっていい確率にはなったのかなーって思ってます。
優先順位としてはこのガチャだけは人によりけりかなとは思います。ただしかしですね、これ運営完全狙ってるんだろうなって感じの貢ぎを出してきましたよね。これはある性癖をお持ちの隊長さんは引かざるを得ないかと思います。私ですか？もちろん引きます。今月給料なくなるかもしれませんが、まあ引けるなら満足です。動画としてももちろん出しますので、ご視聴いただければ嬉しいです。以上となります。最後に要点だけもう一度まとめて説明しておきたいと思います。まず12月28日からはログインボーナスが豪華になるので必ずログインすること。2つ目に12月30日からは10日連続毎日無料10連ガチャが引けるので毎日引くこと。3つ目に低ステップアップガチャ、特に大剣乱斎ステップアップガチャは課金ができるなら引くこと。4つ目に12月28日と1月1日に貢エピソード、1月1日に討伐特務がやってくるので少しずつでもいいのでイベントは進めておくこと。これら4点だけは覚えておいていただければと思います。最後に今年から私の方で天下百剣山を中心に動画投稿を始めましたが、チャンネル登録をしてくれた方をはじめご視聴いただいた方、皆さんのおかげでここまでやめずに来れました。本当にありがとうございます。来年も頑張って動画投稿を続けたいと思いますので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。